それでは最後に演奏いたします曲は巴御前です。この曲は昭和63年度文化庁芸術祭参加作品として平家物語の木曽義仲と巴御前の別れを主題に作曲いたしました。木曽義仲、巴御前らが寿永2年栗から峠での戦いに勝ち、寿永3年宇治川の合戦に敗れた。巴が義仲に最後の戦して見せ立てまつらと言い働いた後、東へと落ちていく様を描写したものです。出演は胡弓、平太鼓、山室陽子、オニスチェンコ、バチャスラフ、クラリネット、二宮和子、琴高音、高橋陽花、琴低音、佐久間陽力、三弦、山本高専、クラベス、スビドラ、オレン。
Thank you.